皆さんこんばんは。土曜日夜10時は小室由里のネットでウィークエンダー、はい、今週もお届けしていきたいと思います。はい、まあ、少しずつ放送が始まってきて反響とか少しずつ出てきてます、うん、そうですね、うん、あの小室さん美人ですねっていうお声いただきまして本当にありがとうございます。そこだけ拾います安心しました。安心しました。いやもうドキドキしますよ。何書かれるんだろうと思って本当にドキドキしてました。映像が出ますからね。そうなんです。あの枯れたなって言われなくてよかったなと思ってそれだけ。あの、はい、最近って割とネットの映像の方がテレビの映像より綺麗だったりするじゃないですか。本当そこ困る困る。そんな困るほどのものじゃないと思います。ものじゃねえあ、ものじゃない、ものじゃない、はい、まあ、そんな感じでちょっと楽しめに送っていきたいなと思いますけれども、はいはい、あ、そうだ、私はあの、まあ、セクハラとかですね、そういったニュースを取り上げるにあたって必要があって質問が来たり、そう、経験を聞かれたりした時には嘘をつかずに男性として答えますという MC の領事でございます。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日のテーマ、はい、来ましたね、うん、男性は性欲を抑えられないは嘘、うん、性に依存する人の頭の中という女子スパからのニュースですね、はい、大晦日の8時47分に配信されている。もう明らかに狙ってますよね人の煩悩に対抗するような。いや、大晦日の朝ですもんね。確実にここ、うん、スマッシュヒットですよ、うんうん、で内容的には、セックスやオナニー行為などの性行動を脅迫的に繰り返してしまい、それが原因で社会的損失や身体的損失、うんうん、さらに経済的損失を被ってしまうセックス依存症の問題というニュースですね。で、斉藤明義さんっていう精神保健福祉士の方、はい、厳冬者さんからセックス依存症という本を出されてるんですけれども、その方が、まあ、書かれた文章が中心に構成されているニュースですけどもね、うん、はい、で、まあ、その斉藤先生が過去2000人以上の治療に関わった経験から、性依存症者の原因は性欲にはないと、実は、はい、うん、はい、で歪んだ承認欲求であったり、トラウマの自己治療、一時的なストレス解消、周囲への SOS などいろいろ複合的な要因があるんだけれども、まあ、それが、結果性依存っていうのにつながったりもするし、うん、痴漢犯罪、うん、この斉藤先生、あの男が痴漢になる理由とかいう本も出されてたりするんですけれど、はい、うん、その痴漢犯罪なんかの原因も実は性欲ではなく、ストレス解消であったり達成感、支配欲求、優越感などである場合が多いということなんですね、うんうん、で実際じゃあそれがどういうふうに結論付けられていくかっていうと、男尊女卑が問題なんじゃないかとか、はいはい、あとは所有願望やつですね、うん、まあ、DV なんかのニュースの時によく出てくる話題かなと思いますけれども、うん、でここですね、女性を性のはけ口ものとみなすような男性のこういった意識が問題としてあるという内容なんですけれども、うん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 、はい、あのこれ話す時に必ず男性から、うん、いやそれは女だ、あ、男だけじゃないでしょって、うん、この話って、うん、女性はじゃあどうなんだっていうのが必ず、うん、反論として上がってくる話題だと思うんですけど、はい、それは反論の内容としてはどんな感じなんですかね。いや男尊女卑って言うけど、うん、女性だって俺たちのことを見下すじゃないかとか、じゃあ痴漢だったら あの冤罪はどうなんだとかっていう話に必ずアンチテーゼというかね、うん、唱えてくる方もいらっしゃるんですけど、うん、一旦それは横に置いといてもらいたい、うん、それはそれ、これはこれとして話を進めていきたいなと思うんですけど、うん、はい、うん、私この斉藤先生実は知り合いで、はい、そうなんです、うん、さすが専門家ですね2019年に、うん、あの
般社団法人痴漢抑止活動センターという団体さんがあって、ここの私理事を1年間務めさせていただいた時に斉藤先生とご縁をいただいて、いろいろこう情報交換とかもさせていただいたんですけど、やっぱりここのね痴漢行為はそもそも性の吐き口ではないんだと、これ統計取ってるんですけど斉藤先生が、そのじゃあ痴漢加害者、斉藤先生って痴漢加害の方のカウンセリングと性依存からの脱却のところの専門家でもあるんです、で先生が痴漢の加害者にアンケート、数字でね取ってったところ、性的欲求として痴漢行為を行っている人は 10% にも満たないという数字も出てる。実際この記事の中でもですね、痴漢行為中に勃起している男はいないし、痴漢行為を終えた後でも射精をしてないと、半数以上はね、もちろんこれだけで性欲を測ることはできないけれども、勃起と射精は重要な要素ですというふうに書いてありますね、そうなんですよね、なんで私もこのね斉藤先生のお話を聞いてから、やっぱりよくよく考えると、男尊女卑って至るところにあったよねっていうので、セミナーや講演会でもこの男尊女卑っていうところを話すようになったんですが、ただ女性がこれを言うと、ただの主観的な話に なっちゃうんじゃないかっていうふうに捉えられるのが怖くて、斉藤先生は男尊女卑依存症と、言ってるんですけど、そういう言葉があるらしいですね、私はあの男性優位社会っていうふうにちょっと言葉を置き換えて言ってます。なるほどですね、これをちょっとこの やんわりとやんわりと、はい、やんわりとっていうか、その記事の中で斉藤先生も男尊女卑思想が、なんかずっと続いてきたことによって女性の方にも根付いちゃってるんじゃないかっていうような問題も指摘されてますよね。ありますね、その結果、女性側が誤解していると起きる問題として、男性は性欲を抑えきれない生き物だというふうに誤解していると、自分にも何か落ち度があったんじゃないかとか、服装であったり態度であったり、言葉であったりとかですね、よくそんな服装で歩いてたら痴漢されてもしょうがないなんていう人もいるじゃないですか。いる。普通考えておかしいですよね、どう考えても、で例えばこの性の吐け口物とみなすっていうところで考えると、例えばその人間だと思ってたら、その格好服装とか街で歩いてる綺麗な女性とかを見てムラッとはするかもしれないです。正直にね、それはね、するかもしれないです。でも無理やり触ろうとか、押し倒しちゃおうとか、そんなことは普通思わないはずなんですよね、でもこの物とみなすっていうこの男性優位の考え方、男性優位っていうか女性を人権見てないっていうことですよね、なんとなくね。そうですね、性の商品化っていうところにも当てはまっていくのかなって思いますよね、この男性は性欲を抑えられない、これ、不倫とか婚外恋愛とかで悩んでらっしゃる女性から結構聞かれる言葉、男はもう性欲を抑えられないから外で浮気してもしょうがないわよね、って思い込みですよね、これ。でした自分にも落ち度があった、さっき良治さんがおっしゃったように、痴漢被害に遭った、実はこれ親御さんから結構出てくる言葉なんですよ。お前がそんな格好しているから痴漢にあったんだ、被害にあったのは、あなたの娘さん、息子さんの場合も今ある、けれども彼らに何の落ち度もなくて、でも思い込みと、あとご自身が生きてきた中での経験と、やっぱりその前の世代から受け継がれてきた思想によってここに行くわけですよね、被害者側に落ち度があるっていうところに行くのはどうなのって、それをサイクルとしてですね、こんな感じだって言うんですね。加害者の責任っていうのがまず人としての責任があるじゃないですか、それを
性欲の責任というふうに矮小化してしまう、うんうんうん、仕方なくないですよっていう話ですよね、うん、でそこから被害者側が自責の念に駆られて私にも落ち度があったんじゃないかと親とかからさっきの話じゃないですけど言われたらなんとなくしょぼんとなっちゃいますよね、うん、なりますなります、うん、で自暴自棄になってしまって結果女性側が性依存症になってしまうケースっていうのも結構多いと、うんはい、いう話が出てきてますよね。そうですね、非常に男にとっては、まあ、私が言っちゃうと怒られるかもしれないですけど、うん、都合がいい状態にあると。もう一つ話をすると、はい、この女性側の性への誤解で起きるのが、うん、AV 女優さん実はこのパターン結構あるんです。ああ、なるほど。幼い頃に性被害を受けたとかで、はいうんうん、あとはあのネグレクトとか、うんはい、親御さんからの性暴力があったりとかっていうところでここに行くんですよね、はいはい、でこの自暴自棄を自分のトラウマを何とかしたいっていう方向性の一つとして、うんアダルトっていうのが実があったっていうのが結構あります。うん、最近の、ね、女優さんたちにはもしかしたら当てはまらないかもしれないですけど、我々20年前30年前の女優さんたち結構これありましたよ。あそうですか、うん、うんっていうのはよく聞きますね。うんうんまあ、あの結果的にっていうのもあるのかもしれないですよね。そういうネグレクトとかそういうのがあって、うんまあ、家出とか今問題になってるじゃないですか、うん、そういうのがになった結果、まあ、そういう経験がどんどん増えていってしまうとか、うんうん、そういうこともあるかもしれないですよね。そうですね、うんうん、そうですか。 AV 女優さんそういうところもあったんですね。そう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 、うん、でまあ先ほども小室さんからお話の出ました男尊女卑依存症という言葉、うんまあ、斉藤先生の造語らしいんですけれども、はいまあ、彼の脱却をそろそろ社会的にしていかないといけないんじゃないかというのがこの女子スパの記事にも書かれています、うんうん、で女子スパにはあの斉藤先生よく登場するんですよね。あちこち、うん、で実際ここから下はですね、うんまあ、その実際この記事の中に書いてあったことじゃなくてその前の中村うさぎさんとの対談であったりとか、うん、そのまた一つ前の記事とかでも出てきてる話だったりするんですけど、痴漢は性欲の問題ではなくて依存症っていうちょっとしたストレス障害というか、うん、病気みたいなものだという話を元にして、うんまあ、その根本ってその加害者側の恐れにあるんじゃないかな、負けられないっていう脅迫観念、これ社会に出た男性のこれストレスですよね。そうです、うん、そういったものだったりとか、うんまあ、生活的に自立しなければっていうことから逆に孤立を生んじゃうとか、うんうんうんまあ、そういうのに対して、まあジョン・ハリっていう人はその身内の薬物中毒依存症を脱却してもらうためにいろんなところをこう渡り歩いて、勉強していった人らしいんですけど、アディクション、うん、依存の反対はコネクション、人とのつながりだったっていう話だったりとか、うん、まあ熊谷慎一郎先生っていうのは脳性麻痺になっても半身不随とからしいんですけど、はいまあ、自立とは依存先を増やすことで希望とは希望を分かち合うことだというような話でね、うんまあ、リンクがいろいろあってまとまってたりとかするんですけれど、実際どうですかお聞きになって。あ男尊女卑ってもともとね、うん、日本にこう根付いた文化だと思うんですけど、うん、本当に今これをマインドチェンジしていかないと、うん、あの男性が苦しくなる、そんな社会に変容してきてる時だなと思ってて、うん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 、ただそのじゃあ変容してください変わってくださいって言ってもいきなりは無理じゃないですか、うん、じゃあどうするの、うん、これセクハラの話にもちょっとね、あのそうですね、発展していく話なんですけど、はいうん、じゃあどうするのって言った時に、例えばですよ、男性ってたくさんセックスしたらそれってヒーロー扱いされますよね。まあ、ヒーロー扱いかどうかは分からない、もう立場によっても違いますけどね、はい、こうよくあるのが、うんはい、男優さんを崇拝するとか、うん、いやいやそれはあるでしょうね、ねえ、はい、我々の世代で言えば、うん、加藤隆さん、チョコボール向井さんが神だとかね、はい、いいんでそれはいいんですけど、はい、じゃあ、うん、
小室由里が同じ人数男性体験をしてたとしたら神になりますか、うん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 、まあ、男性的には引く方も多いかもしれないですね。私は別にあの職業とかそういうのは全く関係ないと思ってますけどね、うん、むしろ、うんうん、ここはほらちょっと今聞いてる人もやっとしてると思うんですよ、ね、あれと思って、うん、確かに確かに、うんうん、あとナンパをしないと男が廃るとか女に声かけてなんぼだろう、うん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 、じゃあ、はい、声をかけられて実際それと同じ文章がこっち記事の中にありますそう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 、うん、そうナンパされた女性がついていって、はい、ね、ワンナイトラブしたと、うん、はい、その女性に対してどう思いますかと、はい、スタルじゃないでしょ、うん、ってこういう認識の誤差っていうのをまず男性が認識することから始めていかないといけないんじゃないのって、うんうん、そうですね、まあそれである程度その社会的な空気感みたいなのが変わるところまで何とか言ってくれないと、これは多分、うん、変わらないと思う、難しいのかなっていう気はしますけどね、うん、いきなりじゃあ方法を教えてくださいって言っても絶対変わらないので、うんうん、まずそのね、今涼次さんがおっしゃった空気感から、うん、なんか周りがそう言ってるから自分もそうなんなきゃいけないのかなぐらいな、うん、雰囲気とかそうそう、あのだから2回目の放送で弁護士が責任の問題と認定の問題は違うって、セクハラについて、うんうんうん、認定されたらセクハラだけど責任は取んなくてもいいんだこの場合はみたいな話をしていたりとか、それに対して職場ってもう地雷ばっかりですねって聞き手の記者が言ってたりとか、うんうん、そういう空気感である時点でもう無理ですよね、やっぱり、うんうん、まあそのなんていうんですか、男尊女卑っていうことに関してだけ言うと、友達 TV 的にはですね、はい、日本にはもともと男尊女卑はなかったっていうのが、お、そうなんですね、あの大変なビッグ番組をやってる本当の話の武田先生の論なんですけどね、はいはい、うんうん、で明治維新で西洋の文化が入ってきてこういうものが根付いてしまったっていうのがあって、そうですね、それ言ったらね、うん、平安時代は女性の文化ですからね、確かに日本はずっと女性が偉かったんだね、女のセックスでのし上がるみたいな感じでしたもんねその世界は私ちょっと分からないですけど ね、 、はい、ね、まあでも明治維新って言っても相当前ですからね、はい、そろそろだから逆にそういう風に切り替わっていっちゃって、そこからこう戻ってくるのが日本はすごい遅れてるのかもしれないですよね、うん、でももともとあったものであればいつかは戻れるんじゃないかと、うん、ね、うん、イノベーターになりたい人はぜひ自分の中に女性に対する偏見差別がないかっていうのを一回ね確認してもらいたいですよね。そういうののなんかねチェックリストみたいなあるといいですけどね。作るか作りましょうか作りましょうか、それがいいと思います、ね、はい、うん、作ってみましょう。いややばい、自分に変な宿題を変な宿題を設けてしまったハードル設けてしまいましたね、はい、好きだな、うん、はい、じゃあすみません最後まとめていただければと思います。あ、まとめるんですね、はい、はい、まとまんないでしょうけど、まとまんないかもしれませんが、はい、はい、これをご覧の男性そして女性のあなたへ、うん、自分の中に思い込みないでしょうか、ぜひ考えてみてください。皆さんどうもありがとうございました。また来週お会いしましょう。